というわけで、賢者の島から私のユニーク魔法を使い、みんなの後を追ってきたのさ。島内に入ってからは、ビルがスペシャル美容液を持ち歩いてくれたことで、迷わずここへたどり着けた。怪しまれるかと思い、メモを入れることもしなかったが、さすがの察しの良さだね、ビル。普段のスキンケアには、魔法効果を付与したものは使っていないから、すぐに気づいたわ。お守りコスメが早速役に立ったわね。グリム、彼も嘆きの島へ連れてこられたのかい？はい、ヴィルさんたちが連れ去られた後に捕まってしまって、皆さんと一緒にいるものだとばかり思っていたんですが、この島に来てから検査の時もそれ以外でも一度もグリムさんはお見かけしていませんね。待てよ。この一番奥の部屋、誰が入ってたんだ？どことなく嗅いだことのある魔力の匂いがするような。わからない。私が外に出た時、すでにドアが破壊されていて、部屋の主の姿は見えなかった。ボーマ素材が使われたドアを吹き飛ばすとは、かなりの魔法の使い手でしょうね。もしかして俺たちより先にドアをぶち破って脱走した被験体ってのは、あの毛玉か？まさか。グリムはうちのエースやデュースに比べても魔法の腕が未熟なはずです。それなのに僕たちでも破るのが難しいボーマ素材を使ったドアを吹き飛ばせるわけがない。スタッフさん、教えてちょうだい。私たちの個室の並び、一番奥の部屋には誰が？被験体 F、 ナイトレイブンカレッジから連行された魔獣だ。やっぱりあの毛玉か。でも魔法に関するテスト結果はどれも波の魔法師以下。被験体 A の言う通り、あのドアを破るほどのパワーは一度も計測されていない。チーフ、待ってください。確か被験体 F には一点だけ突起事項があったはず。なりました、これです。被験体 F は何度テストしてもブロッド蓄積値が正確に計測できない状態だったんです。どういうこと？ステュークスの保有するデータでも同様の事例がヒットせず、精密検査をしても原因は特定に至りませんでした。解析班によれば、古代魔術が何重にも重ね掛けされていると。魔術効果の特定には至りませんでしたが、条件付けされた状況下でのみ発動する呪い、あるいは祝福の可能性が高いとのことでした。本魔獣の健康状態は安定しており、経過観察をしつつ解析する予定だったのですが。呪いと祝福は人間が効果によって呼び分けているだけで、根本的には同じものよ。私のユニーク魔法だって条件付けによってはいい結果をもたらすこともできる。魔法は使う人間の感情一つで善にも悪にもなるという話ね。なぜそんなものがグリムにかけられているのかはわからないけど。タルタロス内部の通過センサーに被験体 F のウェアラブルデバイスの通過ログがあります。どうやって？そうか、ログによれば緊急事態発生直後にタルタロスの門をくぐったようです。しかしなぜそんなところに？オルト君が言ってたけど、タルタロスってすごく危険なところなんだよね。ああ、ファントムが1万体以上収容されている収容所だからね。しかも今は凍結システムがオフにされている。いつファントムたちが動き出してもおかしくない。グリムの居場所が分かってよかったじゃない。しかもタルタロスにいるなら都合がいいわ。冥府まで降りる途中でついでに拾っていくわよ。無茶だ、そんなの危険すぎる。だってイデアもオルトもそこにいるんでしょ。あいつらの世界リセット計画を止めたいのなら、危険だろうがなんだろうがそこまで行くしかない。ふん、確かにそれしか道はないでしょうが、随分と気軽に言ってくれる。待ちなさい、君たちはまだ魔法師免許も持っていない学生だろう。今この危機的状況に必要なのはアマチュアの魔法師じゃない、プロのマジカルフォースだ。外部からの救援が来るのを待とう。タルタロスに収容されたフ
ファントムの凍結が全て溶けきるまで、あとどれくらい？6時間を切っています。その間に外部との通信が復旧し、救援が来る見通しも。救援は望み薄。本部に詰めてるのは非力の研究員が大半。頼みの綱のカローン用パワードアーマーも魔導デバイスもオルトに乗っ取られて動かせない。で、もうどうしようもないから、みんなで震えながら奇跡が起きるようにお祈りしましょうって冗談じゃない。確かに僕たちはまだ魔法師免許を持たない学生です。しかし重大事案発生時においての初動処置について学園で訓練を受けています。そして被験体として連行された俺たちは全員オーバーブロッド経験者だ。確かオーバーブロッドとは魔力保有量が多く実力ある魔法師しか陥らない稀な現象でしたよね。それはつまり僕たちが非常に有能な魔法師であることの証明だ。そうでしょう、スティークスの皆さん。それは私はやれるだけのことはやったというためにここまでやってきた。最悪の事態を回避するために私たちにはまだやれることがあるはずだ。僕も覚悟はできてます。じゃあ善は急げね。行きましょう、タルタロスへ。